ペードラ・ロワール地域圏は、フランス西部に位置し、大西洋に面する地域圏である。ペードラルワールとも。数字は、県番号ペードラ・ロワール地域圏は、1972年、複数の九州の再編成によって誕生した。北西部、南都周辺は隣接する、ブルターニュ地域圏と同様に、ケルト文化の影響を強く受けている。自動車工業や精密機械工業、 石油化学工業などが盛んである。南東を中心とするロアールアトランティック研修編は、南東がナオネトというブルトン語名を持つように、古くからブルターニュの文化が根付いた地域である。にもかかわらず、ブルターニュ地域圏と分断されているのは、かつて地域圏を再編する際社会的に、同規模の南東とレンヌが互いに地域の中心を自負して仲違いすることにより、 地域圏全体の整合性や統一性が損なわれる事態を避けるためだったと言われている。また、南都周辺がブルターニュ地域圏に編入されると残りのロワール川流域の地域が周辺と比べて社会的に小規模となってしまうことを防ぐ目的や、南んをフランス西部有数の拠点、産業都市として発展させるためのバックヤードとして、 ロワール川下流域の県を南都に管轄させる目的があったとも言われている。そのためか現在でも南都周辺では他のペイドラロワール地域県内自治体よりもむしろレンヌやバンヌなどといったブルターニャ方面に親近感や仲間意識を感じる住民も少なくない。現在では南都は地域人口でフランス第6位、都市圏人口で第7位のフランスを代表する 都市として着実に発展を続けている。また地域圏内第二都市であるルマンは、夜勤、自動車製造業、電子機器工業が主要産業となり、地域圏全体でフランス有数の工業地域となっている。ペードラ・ロワール地域圏の名称は、この地域圏を流れ大西洋に注ぐロワール川に由来する。また、北部には、サルト川、ユイヌ川など、 本声ユリージェノルデペイズデラロー、ありがとうございます。